何の日だっけ？ゼロプリが結成して2周年です。バーン、はい、かわいい。2周年おめでとう。これからもよろしくね。よろしくお願いします。うわ、待って待って待って、みんな見たいな。まだいっぱいロウソクつけるよ、ペアったのに。人生。ごめん。ちゃんとみんな息止めて。見て見て見て。ごめん。はい、ごめんして。ちゃんとして。あ、いいじゃんいいじゃん。いやな、めっちゃ綺麗。もうロースパン。やあ、もう。いつもの癖でため息出ちゃった、うん、あ、それやめて、出てんじゃん、いつもため息は。いや、お交代こうやん、お交代なのよ。もうごめんやめて、これは難しいんだから。いいじゃん。あ、ほら、待って、いいよ、いいじゃない、いいじゃない。歯周病？歯周病？誰か。歯は言われてる。虫歯？誰か。イカが来てるやつ。虫歯？イカが来てる。イカが来てる。もしもし、いける？マジだと思われる。ゼロプリー。せーの、いただきます。嫌なもの。ジェシカマスカット好きだったこれ食べた。じゃあ私、イチゴ食べるからクリーム担当ね。なんで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 ？うわー、うん、待て、中にもいちごちゃんいっぱいある、うん、せーの、いただきます。うん、おいしい。クリームバカうまい。え、バカうまい。え、またこのクリームさ、どこまでも食べれるやつ。うまい、うまっ、うまい。頑張ってる。え、バタークリームだと思ってた。この人ほんまにうまいと思ってる。うまい、うん、思ってますよな。だって、おうちが甘いものこんな一品を食べることないの。うん、おばさんチャンネル。おばさん、おばさんのティータイム。おばさん立ちすぎ。うん、じゃないの。お前、ね、美味しい。旦那が、旦那が仕事行ってる間、昼に美味しいとこのケーキ食べてる。わかる。これ持ってきたんですとか。これどこの。なんかこれ駅の、うん、駅のところ、あの駅の北口の方に出てて、あそこいいって、うん、北村さん行ってた。そう、しかもあの、うん、イタリアのパティシエの、なんかソーバフランスじゃないですか。金田さんも行ってた。なんか親戚らしいよ、金田さん。金田さんってあれ、あの大学の息子の、あの、あ、そう、いやでも最近幼児くんが、そうなの、幼児くんでも最近あんまりうまくいってないって。やだ。でも あ大学あの落ちたらしいって。あー、だからか、うん、なんかあったの、なんかあったのって、もうなんも顔暗いからさ、あ、いつも話しかけにくかったんよ。しかも前までなんかひげも伸びちゃった、伸びちゃったね。だって最初お父さん帰ってきたのだぞ。お父さんとかびっくりしちゃって、びっくりしちゃって、私も挨拶したら無視。あ、どういうことと思って、うん、そういうことだった、うん、もう会いたくないのよ、人に。あ、そうなの。うちのサトルがね、話しかけたけど無視されたです。サトルくんも、サトル、サトル元気、サトル元気、大きくなってたよ、この間見たら。そうよ、縦にも横にも、いいもん食わしてんねやろに。いやいやいや、あんたのとこどうなんの、りょうすけくん。りょうすけ、うん、もうダメよ。あ、ダメよ、ダメよ、りょうすけくんダメなの。でもりょうすけあれやで、学校で一番頭いい。もうやめよ、りょうすけって。この前の
塾通わしてるからこの人。模試の結果1位って聞いたわよ、洋介。もうそんなん全然ちゃう。学力テストが1位やで、しかも、1位あれで、運動もすごい。全然ね、サッカー洋介すごいモテるやろ。隣の、一番強いサッカーのとこから推薦来てる。頭も良くて、サッカーでもやし、学力でも一応推薦も来てんねんけど、うん、そんなん全然、もううちの子なんてダメダメダメ。すごいわよね。すごいよ。あそこ頭いいよ、うん、あの進行でしょ。やめて恥ずかしい。頭いいわよ、あそこ。すごいわね、進行で。進行で。進行大学。すごいわよ。お宅の慎吾郎くん、ずっとプータローで来たのに大丈夫。いや、慎吾郎全然働かなくて、びっくりしちゃうのよ、こっちも。急に仕事辞めてたのよ。私も。なんかずっと行ってきますって言って、でずっと帰ってこないのに、うん、なんか公園で暇つぶしたらしいの。ごめんなさい、それ。私見たことあって、ちょっとやだ言って。いや公園で最近気づいたんだから。公園でずっとなんか、うん、私そこ座って、うん、なんか子供の子ずっとピーって見てる。なんかあの不審者、不審者だねって言われてた人だったの。息子が、うん、不審者だって言われてた。そう、そう、恥ずかしい。みんな知ってた。シンゴロ、シンゴロってたけしがね、あの、うん、前友達だったじゃない、うん、今も友達なんだけど。そうよね、動きにしないで。すごいあのちっちゃい子のとこすぐ行くって言ってた。でもなんか聞いたで、あんたの影響でって。なんか親の背中見て育つ言うからね。あ、もう私なんかあのすごい好きなんだよ、子供向け番組がね。でもそのあれよ、あの初めてのお使いとかね、あそういうの見てたのよ。そしたらなんかこの間家掃除しに行ったら、だってまたゆるいって言われない。ごめんなさい、ね、言われるね。今焦っちゃってみんな焦っちゃってね。そうだよね、心ここにあらずって書いてある。急に確信しちゃって絶対で力抜けないから。びっくりしちゃって。こんな間シンゴロなんでお前だけ息子入れんだよ。なんでこの子探してんかい。こいつの人脈すごいんやろな。子供おらんのに入れるから。うちの子はなんでこの会入れるの。どうせ帰ってママ友だろ。でもうちの子あれよ、もう言うたら成人して、だってもう20年経つで。そうだよ、成人してから。そうだからみんなが、まさとしくん、そうだよ、成人してから20年ってもう。じゃあまさとしくん40歳。40、40、すごい早いよ。今年40だよ。早いね。あなただってもう80でしょ。80よ、私80よ。じゃあすごい、うん、最近の美顔すごいなって。私は全部伸びるらしいわよ。全部今もね、引っ張ってもらってる、後ろから。そうそうそう、お金払って引っ張ってくれてるの。あ、シンゴロじゃない？そうそうそう。そう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 。シンゴロ。シンゴロね、私の後ろ伸ばして言って、ちょっとお金ピッピッて払って、後ろからずっと引っ張ってくれてるの。後ろから。だから最近なんか医療の道目させて。そう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 。でもだから最近歯ぶり良くなったんじゃない？そうなのよ、しんちゃんね、本当に。でもこの間部屋行ったらなんか小学生ぐらいの写真集が。やめないわ。初めてのお使い見すぎたのかな。最初ファンかなって思ってたの。違う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 、危ないな。ジュニアアイドルって書いてある。危ないな、危ない。ちょっと後で掃除しようかな、しんちゃんね。掃除してもごめんね、なんか変な雰囲気ねえ、ごめんなさいね。どう息子さん、どう。たけし、うん、なんかあんま喋んない方がいい。もう映る映る、ロリコン翔太くんが映る。それで出てんだ。それでできたからね。絶対しんちゃんの噂、こいつらが捏造してるだろ。しんちゃん、こいつらのせいで陥れられてたの。聞いたことねえぞ、その情報。まあ、隣町に大きいビルができるらしいよ。隣町に大きいタワーマンションができるらしい。引っ越しさせよう、どっちに。隣町の方が。あと、でっかい公園が近くにあるんだって。うん、なんか過ごしやすいし。あれ、パンスケくんいるでしょ。犬のパンスケくんいるでしょ。私、ネビティス全部どっちでんね。あんたのとこどういうことだよ。あんたのとこの、なんでそんなの、あのマルチーズのパンスケくんいるでしょ。パンスケくんとか好きなんじゃないかな、あの公園。ちょっとね、広くて、広くてね。ドッグランも近くにある言ってたしね。パンスケくんが楽しそうかなって。違う違う、もうみんなが暮らしやすい情報を言っただけ。そう、私がいなくなると暮らしやすい。違う違う、それもうね、いやもうやめてよ。帰らせていただきます。さよなら。元気です。
顔映ってない、顔映ってない、せっちゃいいいんだよお前、わざわざしゃがんでまでしゃがんでまで角度キモい演技なんやねんこの一生きしょい、たとえ私しかも名前パンスケってパンスケ死ぬ、いや、シンゴロとパンスケ何それ、メインのセンスどうなってんの、終わってるやろ、シンゴロとパンスケ、パンスケってね、うま、いつの間にか、ここまで進んでる元気な話してるとは思われへんな工事、相場相場工事、ここまで進んでるうますぎ、ごくごくじゃなくて全員いや、本当に思った今、ちょっとゼロプリー You ma 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 だ So so すぐそばになる譲れないよ誰も邪魔できない体中に風を集めて起こせ嵐嵐そう空虫やった、空虫やった、はぁ、予想外だった、はぁ、何の最後がそれ、なんで高知県、高知県の空虫の祭りの後の空虫めっちゃ頑張ったやろな、ゆうお前なんだアラジンだよ、まーい、まーいそうそうそれ嵐が好きなシーンだ、嵐のフューチャリングアラジンバージョン、あなた嵐のフューチャリングアラジンバージョン、何を言ってんの ステップ踏んでただけ、ステップ踏んでただけです、せーの、グミステップ、グミステップ、グミグミ、最悪なぐらい足踏んでますグミステップするには最悪な長くお前ちっちゃ、マジか、うん、顔はさ、うん、あんまり顔赤くなくない、うん、うん、赤くない
彼氏に今日一日連絡が。彼氏に会いたい。もう1ヶ月会ってない。長っ。あ、始まった。あ、またゴキブリダンスしてる。平成ゲームやらない？どういうの？いいよ、やる気ないなら。あ、なんでなんで、やる気あったよ。やる気ないならいい。別にやる気あったって。お、またお前や。焦げパン、アフロ犬、お茶犬、花水木、うさビッチ、やば、虫キング、ラブ&ベリー、たまごち、ミニモニ、交換日記、モームス、わ、プロフィール帳、練り消し、クローバーの刺繍箱、うわロケット鉛筆、うわー、岩田さん、サンホゼキ、カンカンの筆箱、ニンテンドックス、ブクブクアワー、しずくちゃん、タレパンダ、マメッチのプチプチお店っち、懐かしい、懐かしい、ニコちゃんの裁縫エプロン、ニンテンドー DS、 ドラゴンのリュッナップサック、めちゃモテ委員長、うわ、黄色の絵の具セット、やばい、花より団子、プロポーズ大作戦、シンス何何、やばいやばい、あ、流星の絆、エンタの神様、あ、ホムペ、うわ、カキコ、爆笑レッドカーペット、おお、アイドリ、おお、ミクシー、うわ、アメーバピグ、ピカルの定義、うわ、ゲームボーイ、恋空、うわ、ゲームボーイアドバンス、君空、うわ、ラブコン、ゲームキューブ、DS、DS ライト、あのゲームキューブ、いや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 、はい、じゃあママちゃんは、今から外に行ってもらって、お塾です。今平成で出したもの集めるまで帰れません。終わりです。終わりです。裁縫しなあかんやん。こうつらい、帰れませんです。だいぶきついです。え、結構出たね。結構続いた。パンパン、ひまわり、うわぁ、ゆうすけだ、周知心、明日も大原さくらこね、あー、はい、佐藤健とか、あ、線香花火、ホーム、あー懐かしい、エキサゴン、レッドイットゴー、扉を開けて、背景この手紙、うわー懐かしい、キロロ、懐かしい、チチンプイプイ、これってありですか、これってありですか、え、知らん、怖いよ、怖いよ、めっちゃ平成、へえ、初めて見た、嘘だ、背景この手紙とかよく流れてたよ、感動のシーン、うわ、だって加藤ローサ、栗山千明、懐かしい、え、これってありですかさ、絶対みんな、うわ懐かしいってなってる、あのさ、連想愛とか言ったら、うん、みんな歌い出すやつが先、あ、いいよ、先歌い出した人が勝ち、あ、いいよ、なんか1個の単語言ったら、うん、それに入ってる歌を歌った人、最終歌が勝ち、はい、昔取り木でやったやつで、はい、うちらがね、いきます、はい、愛、
愛し合う。おー早っ。愛で来るんかい。じゃあ次もみちゃん出して。君ってそれを思い描いてた。うわっと。え、いや、大内とセシル結構近かったんですよ。自分だけ紹介された。じゃあサロンですね、なんかください。この長い、おーこっちの背中を。オッケー、すげー、すげー。光光になれ、切ないほどに。ミワの光ね。すごい、素晴らしい。ポイポイ出てるの。ポイポイしてる。ポンポンね。あやまちゃんなんてこと。あや、お前また平成ゲームしてるやん。お前だけまだ平成ゲーム引きずってるやん。ポイポイ出てくる。ポイポイ出てくる。ポイ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 。いいじゃん。懐かしい。ポイポイ出てくるのもろ。あなた。あなたのいない世界。あーすごい。歌だね。あ、愛してる。愛してるーって。おーすごーい。すごい。お前出てえな。バレてんじゃねえよ。お前出てえな。お前バラしてんじゃねえよ。お前てめえバラしてんじゃねえよ。ずっと赤髪のコーチと一緒にいないんだよ。バラしてんじゃねえよ。自分からやろうって言ったのに。バラしてんじゃねえよ。一発目も愛で終わってるやんか。ずっとここ回ってるだけ。バラしてんじゃねえよ、てめえら。なんか、すごい、改めて29。すごいとか言ってた。言ってたな、ずっと。行かねえな、お前。行かねえじゃない。行けねえのよ。出ない。本気で参戦してるけど、こっちは。出ないのよ。キス。ここまで時間なってる。いつも何だっけ。いや、あるんだよ、絶対。キス越しよ。あーすごい。おすごい、キス前ね。じゃあ夏。夏髪が頬を。わあすごい。私が思ってたやつ言った。出ねえな。出ねえな。一向に出てこへん、この赤髪。おいバラすなって。本気で挑んでんだから、こっちも。出てこへん。やってんの、ちゃんと。足あ、分かった。足歩いて走ってね。すごい、足だ、ね、あ、その足ね。すごいね。はいはいはい。じゃあ寿司。あんだけ赤髪アリエルとか言ってきながら、こんなに上がってる。声で、じゃあ指。目、鼻、口よ。え、意味あんのしない。自分で足したやん。自分で。おい、お前 V 変えんだよ。お前替え歌しろって言ってるわけじゃないから。 V 変えたら何でもいけるわ。めっちゃ指かと思ってた。そんなバリアン用に入れたら歌詞とかじゃないのよ。指って指って泣いたりして泣かへんやろ。泣かねえだろ。指は泣かへんやろ。泣かねえだろ。え、綺麗じゃないの。それ君か。これ、まあ、やるぞ、これ出てこうへんから。え、指切り現場あんのない。なしやろ、なしやろ。この長い長い下り指を。下り指、下り指気になるな。ちょっと痛そうだし。無理ない。いや、絶対やんだよな。絶対指をなぞる気合い絶対よ。もう指切り現場しかない。ほんとそれ。指え、怖っ。怖っ。指、え、同じところでハモってたけど。あ、で、指指指指指指指あー
てる？そう、自信満々、自信満々に出てないこの女。自信満々。でも相場指あるなと思って。え、絶対指先とかそこら辺のよ。指切り剣マシン。最悪それでしかない。じゃあ正解にしたんで。じゃあももちゃん正解する。だってそれしか出てこへんもん。それしか出てこへんわ確かに指。じゃあ。指切り剣まだ出ちゃうね。明日今日よりも好きになれる、溢れる思いが止まらない、今もどんなに好きでいるのに言葉にできない。サドンデス来い。君がくれた君が、サドンデス来い恋しちゃったんだ。じゃあジェシカさんポイントゼロです。こいつ全然かえ、今のサドンデスのやつ何？え、ちゃんと同時に歌い出したから。え、でも恋じゃなくない？え？え、明日だったよ。じゃあそのこいつだけ終わったってみたいな。パラレルワールドなん。え、お前だけさ、一人時間遅れてんねん。待って、うちら先進んでんねんけども。え、私今何て言ったっけ。明日、違うで、明日って言って同時に歌い出したねってなったから、ね、サドンデスってなって、私が恋っていうタイトルを上げたの。あ、恋って言ったのか。私突然大内が歌い出したのかと思って、で、明日なのに間違えてるやんってなってた。一人わけないじゃん。理解しました、続けてください。この女わけは続けてください。わー、ゼロポイントやん、うちずっと。かわいそう。意味わからねえけど、自分から始めたくて始めたの。あかん、これやってもジェシカが参加できひんもん。あともう一問だけ。ここで答えれる自信ある。夜、夜空の向こうには夜ね、夜空じゃない。勝手に空出されてる。夜って言ってない。でも漢字入ってますけど。勝ちたすぎて。でも漢字は入ってますよね。でも私夜って呼んでるから。歌っていいですか。ダメだよ。夜って夜って泣いたりしないだね思い。じゃあどれなんタイトルは。君ってなのか、指ってなのか、夜ってなのか、どれなんて正解は。ダメか。頑張れ。え、出てんの、みんなも出てないよ、私は。よかった、出てんの。うわ、めっちゃだるい、この顔。、うん、いいよ、いいよ、別に言っちゃって。え、これみんなが共通で知ってる曲じゃないといけない？しゃあない、あったらいいよ、別に。夜はあなたのことばっかり、海の風続く。あ、待って、あ、夜は明日よりも今日の夜が。知らんの？盗作です。え、さざなみきよこの。それ私のおばあちゃんの名前。いや、いいんだ。知らんの？さざなみきよこの。それ私のおばあちゃんの名前。あ、違う。おばあちゃん歌手デビューしてないから。あ、違うか。違う。盗作もして、歌詞も作って。このゲーム最悪。え、ちょっとみんなが知らなきゃね。早口だったな、今。浜田真理か、思った。誰も知らなきゃね、今。浜田真理やん。え、じゃあさ、もう絶対存在しない曲をパッて言われて、その曲歌って。うん、いいよ、みんな歌えちゃう。歩いた日々。え、ここ。何の話か。何の話。なんでお前の創作の歌にこっちがタイトルつけなあかんねん。なんでこっち側がお前に合わせに行かなあかんねん。お前がタイトルに合わせろよ。恥ずかしい。あ、知ってんの。ほら、ほら。
自信満々に歌っちゃったじゃん。知ったわ。じゃあ毛布の猫。にゃんにゃ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 。そっち系なんだ。そっち系なんだ。めくってみたらにゃにゃにゃ。にゃんにゃ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 。くつろいでるよ。にゃにゃにゃ。アイドル曲それアイドル曲。アイドル名はそれ歌ってる。我らがレバーズやろ。どうせ我らがレバーズやろ。チェッキンガム牛丼。チェッキンガム牛丼。仮面ライダーやった。仮面ライダーの主題歌。私の心から。チェッキンガム牛丼。明日も明後日も行くよ。なんなんそのリズム途中の。チェッキンガム牛丼。分からへんね。このゲーム得意かも。確かに確かに。もしかしたら。生き埋めパラシュート。パラパラとパラシュート。生き埋めでびっくり。パラパラとパラシュート。生き埋めでびっくり。生き埋めでびっくりって言い返しです。パラパラパラシュート。生き埋めでびっくり。びっくりです。うまいやろ。パラパラと生き埋めでびっくり。パラパラと生き埋めでびっくり。パラパラとあなたのためには。私はあなたのために。私はあなたのために。ためじゃない、私のため。いや、あなたのためじゃなかったよ。私のためやけ。じゃあ裏切りの歌や。横暴の曲すぎ。裏切り歌やん。じゃあフィッシングスカイ。お前それあんたが好きな歌じゃん。え、グラマラスカイ。それに引っ張られたやん。岸感あると思ったらそれか。魚さばいてさしみ天ぷらから揚げ。あの魚さばいて骨が刺さったのどちこ。あーもう取れないよ。死ぬ。っていうやつね。フィッシングスカイで。あの魚さばいて。明日の朝の朝食にしたい。勝手にして。それに引っ張られてたよ。高速間近でバナナゲーム。私左拳回り、はい、せーの。マジカルジェシカ。ジェシカと言ったら赤い。赤いって言ったらジェシカ。あ、いあれですかそれ。すみません、あれですよ。ジェシカと言ったら可愛い。可愛いと言ったらジェシカ。ジェシカと言ったら赤い。赤いと言ったらジェシカ。ジェシカと言ったらかっこいい。かっこいいと言ったらジェシカ。ジェシカと言ったら赤い。赤いと言ったらジェシカ。ジェシカと言ったら頭がいい。頭がいいと言ったらジェシカ。ジェシカと言ったら可愛い。ジェシカ可愛いと言ったらジェシカ。ジェシカが可愛いと言ったらジェシカ。可愛いと言ったらジェシカ。ジェシカと言ったら可愛い。可愛いと言ったらジェシカ。ジェシカと言ったら可愛い。ジェシカ負けた。壊れた。怖い。ずっと同じ感じで誰も全然あれしてくれなかった。自分だけずっと増やしてたの。ジェシカと言ったらで、みんな同じ感じ。そうだよ。そうだよじゃないの。昨日のハイボールは頭が痛い。何したんだっけ。昨日のハイボールだ。絶対昨日のハイボール。絶対昨日のハイボールやお前。いいんだけど会社でも頭が回らない。回らない。なんでか分からずに水をガブ飲み飲み飲み。あ、もしかして原因を探ってみて。友達からの LINE で
わーわー昨日のハイボール昨日ハイボールだ原因はこれだ昨日わかったサビでめっちゃわかってる原因はこれだなんで頭以外がわからない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 空腹で少し気持ち悪い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 なんだか手も少し震えるえるなんでだそしてそして友達の LINE 見て昨日のハイボールだ昨日のハイボールだ違う、あんたさ言ってないで友達の LINE 来てたこと忘れてんのよほんでもう一回、沼ハマってんだよその症状出てきてなんでやろうってずっとループしてんじゃん、あんた閉じ、ほら、LINE 見たのに また友達から LINE 来るね遠い行ってみても気持ち悪いだいないなんでだろうなんでだろう友達からないあ、昨日のハイボールだ昨日のハイボール LINE 閉じんなお前お前永遠画面見とけなんで忘れるんだよお前昨日のハイボールハイボール30杯も飲んでためっちゃ飲んでる30杯も飲んでたハイボール飲んでるでも原因はこれなのかそれやろそれやろきっしょきっしょきっしょ今のでも原因はこれなのかでもあでも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 どめどもどめどめどめでもでも原因は昨日のハイボールボーボーボー呼吸で呼吸でハイボールしかも定期ボーイ定期ボーイずっと定期ボーイずっと定期ボーイハイボールもうやめてやめて血管切れちゃうよもう笑いすぎて何なのじゃあもうじゃあ先週のフォカッチャはお前ってお前昨日でさえ忘れてんねんでお前先週のフォカッチャなんて覚えてるわけないやん先週のフォカッチャ昨日のハイボール忘れるやつが先週のフォカッチャは無理よなんでいけんねんお前は気持ち悪くてえ、フォカッチャずっと1週間ずっと気持ち悪くて原因がわからない社長に言われても後輩に言われても理由が思いつかないそしたらおつぼね上司がやってきたなんだか嬉しそうに片方だけ口角上げてるこいつの顔なんだかムカつくななんでだろうわかったこいつが渡したフォカッチャだ、oh yeah、先週のフォカッチャ腐ってた絶対フォカッチャの匂いじゃなかっただから片方チャンネル登録してね高評価も、ま、おやすみ高評だったらまたするねいつのチャンネル登録してんなグッドナイト山田孝之見てるチャ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 チ
ウォーターボーイズしたいって思ってやったじゃないの。足の裏もんでって言ってんの。足の裏もんでクローズか。ウォーターボーイズしてって言ってんじゃないの。足の裏もんでって言ってんの。チャ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 。朝になりました。みんな、10時です。おはよう。おはようございます。何だよ、この人シュシュの携帯から持ってきた。起きなさい、もんちゃん。感謝伝えるのはいいけど、起きなさい。なんでジェシカ起きてんのに言われないとわかんない。あとの二人に言ってよ。じゃあそしたら他の子を起こす。みんなは早く。まあなんで朝がそんな動けんだよ。起きる。朝だからね。ちょっとこれ二人になってないんですけど。朝だからね。あの。やらないって言われた。足でやるからそれ。足でやらないとか言われても知らん。こんなこと言う。足でやるから。え、昨日の夜さ、めっちゃ食べたはずなのにさ、笑いすぎて腹筋になってたのかわからないけど痩せてる気する。登録よろしくね。いいねも絶対押してて、コメントくれたら喜ぶよ。その他の SNS フォローもよろしく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 ね。チャンネル登録お願いします。